なんかポチポチポチ。あれ全ですか？うん。全1本目初飛びです。あんまりバタバタしてるな。動くな。よじ登らなくてもいい。なぜなら縄跳びだから。で膝を曲げて、もうちょっと腹に力を入れて、と同時に膝をもうちょっと自分に引きつける。いいね。でちょっとね、それだとコントロールできないから、もうちょっと下持ちたいな。肩ぐらいの方がいいか。揺れてよじ登りすぎ。まああと頑張って飛んでちょうだい。全ね、風はすごい穏やかだから、今まで講習場で散々やってきた、どの風よりも下ろしやすい。確かに。でもその時はさ、今フラフラしてんだけど、まっすぐ飛ばせるように意識して、まあ、そのためには力を抜いて自分が前に行くっていうのが大事。散々やったけど、それまだ右にちょっとずれてんだよ。お前が飛びたい方向はどっちなの？俺の方だよ。下見えるでしょ、もう。オッケー、じゃあその辺から左ターンしよう。左ターン、左90度、左を軽く引いて、まだまだ続けて、そうそうそう、ま、もうちょいだよ。オッケー、で止めて、それね、今ね、ターンしすぎて若干下がってるんだ、今度前は。でもまだいいよ、次のターンでうまくやろう。オッケー、じゃあそこで右ターン、今度180度右に、右を軽く引いて、そうそう、バンクの角度はそれぐらいでいいよ、そーっとでいいから、続けて、そう、そこで今度止める、ピタッと止めて、でそのまままっすぐ飛ぶ、それも若干下がってるな、よし、もうちょっと行こう、もうちょっと行って、最後左で入ってくるから、オッケー、すごい、そこで左ターン、左ターンして、90度、こっち来い。左だよ、全どこ行くんだ。オッケー、それこっち近寄ってきて、一回俺の方見えるでしょ。あ、じゃあ、んー、まあ収まるからこのまま行くか。膝いいフォーム、散々やったよ、全今右に流れてるんだよ、お前はこっち来い。そうで、ピタッ止める。うん、あ、いいぞ。伸びる、そんなに困るけど、伸びちゃうな。軽く左に修正して、あの解体情報行きたいから、そう、左、もう左、膝が大事だぞ、膝、もうちょい左、そう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 、その方向行こう。 OK、 それ止めて、で最後足で立とう。まだ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 、振りゃ難しいな。